はい、こんにちは、アキランチです。今回なんですけども、2月の6日、ほっかほっか亭から、のり弁プレミアムが新発売されました。なので、普通ののり弁当と、のり弁プレミアム、食べ比べしたいと思います。はい、ということで、こちらが、のり弁プレミアム。こっちが普通ののり弁当になります。値段が、普通ののり弁当が、税込み400円。のり弁プレミアムが、税込み590円。なので、190円高いってことになります。のり弁プレミアムとは、2月の6日、新発売。2月6日は海苔の日、元祖海苔弁当ほっかほっか亭がお送りする海苔弁プレミアム。厳選された食材、お店で手作りのお惣菜、風味豊かな海苔に特製醤油ダレを塗り、一手間を加えました。こだわり抜いた味をご堪能くださいと。では最初に海苔弁当ね、普通のやつ、マヨ醤油がついてます。はい、こちらですね。漬物、きんぴらごぼう、ちくわ天、白身のフライで、下は鰹節、醤油、海苔って感じです。のり弁プレミアムがこちら。ソースはついてないですね。タルタルソースみたいなんがあって、卵、ベーコンとインゲン、ちくわ天と白身フライ。じゃあ早速ね、いただきます。まずは普通ののり弁当からいきましょうか。では普通ののり弁当からいただきます。めちゃくちゃうまい。このマヨ醤油がめちゃくちゃうまい。あー、うまいわ。かつお節と海苔めっちゃうまい。このマヨ醤油何でも合うね。バケモン。うまっ。で、きんぴらごぼう。うまっ。うまいなぁ。いや、最高のバランスよ、これ。続きまして、これね、見た目ほんま豪華っすよね。ではこのタルタルをかけます。なんか白身がふっくらしてる感じがある。白身は一緒やな。でタルタルが美味しいけど味がちょっと薄いで、多分これも一緒やと思う。ちくわ、一緒一緒。でこの厚焼き卵、美味しそうやね。うん、まっ。甘めに調理されてる。めちゃくちゃうまい、これ。忘れた、この海苔やんな。こちらが本命ですよね、海苔。いただきます。これ作った人の配分かもしれへんけど、こっちの方が味がしっかりしてんねん。こっちの方が味薄いねんけど。海苔もほぼ変わらん。全然変わらんねんけど。ではこのインゲンとベーコン。普通。完全にこっちの方が美味しい。白身は多分個体差やと思う。これはこっちの方が大きい。断然大きい。ふっくらふわふわや。塗り忘れたんじゃん。この厚焼きはめっちゃうまい。これはバケモン。めちゃくちゃうまいわ。マヨ醤油がうますぎる。断然海苔弁当がうまいっす。190円出してこれを買おうとは思いませんね。ちょっと残念やな。はい、ってことで、海苔弁当と海苔弁プレミアム食べた結果、190円の価値はありません。いやでも、このありません
ていうのは一概には言えないですね。この醤油の量とかやっぱ作り方マニュアルとかがあると思うんで一概にはやっぱり言えないですけど、僕が今回食べて思ったのは海苔の味もあんまり変わらんしタルタルの味がめちゃくちゃ薄いんですよ。今回ちょっと残念な結果にはなったんですけども、皆さんも食べたら感想とかまた教えてください。ではお疲れ様。